まっていい感じですかね。はい、センチメンタルライオンと言います。よろしくお願いします。今日はシルバーウィングスの、13周年ということで、おめでとうございます。時間いっぱい歌っていきますので、どうかよろしくお願いします。彗星が降るこの夜に何を思う。どれくらいの愛を持てば愛は叶う。彗星が降るこの夜に誰を思う。眠らせたくない思いが空へ旅をする。群青の世界に生まれ落ちて、色彩の全てを身にまとって、僕に何を教えようとしているのを知っている。最低な今と決めつけてた。僕は何に変われると言うのだろう。
センチメンタルレオンと言います。よろしくお願いします。改めてシルバーウィングスの、13周年おめでとうございます。本当ならですね、まあね、有観客でやりたかったとこなんですけれども、まあ、京都の方にですね、いわゆるマンボウが発令されまして、急遽の無観客配信となっております。これはYouTube のアプリで見れるんですかね、どんな状況かっていうのは。お、ご覧いただいてますね。待ってましたとか、センチラ君、頑張れ、ありがとうございます。引き続き歌っていきますけれども、
本当ならね、こういうシルバーウィングスを愛するみんながここに集まってですね、おめでとうを言い合って、まあ、お酒を飲んでというふうにね、やれたらよかったんですけれども、まあ、なかなかそれがちょっと許されない状況ですので、まあ、画面越しでね、まあ、おめでとうをですね、感じ合えたらいいんじゃないかなと、今日は思いますんで、どうかとか最後まで楽しんでてください。よろしくお願いします。ということでですね、やっぱり僕、もう本当にシルバーウィングスにお世話になって長いんですけれども、毎回ですね、こうして夏になると周年のライブに呼んでいただいて歌わせていただいてるんですけど、そこでですね、欠かさず歌ってる曲があるんですよ。13周年とか13歳というわけですよね。なので、バースデーっていうね、曲が、誕生日曲がね、僕の中にありまして、それをですね、いつも歌ってるんですけど、これ、シルバーウィングスというか、ジュンさんに歌うにはちょっと甘すぎるというか、ね、いつもこう心を込めて歌うんですけどね、こう何とも言えない顔してるジュンさんを毎年見てるんですけど、今年はねちょっと笑ってもらえたらいいなと思って、歌おうと思います。今年も歌います。聴いてください、バースで。白な朝、君が生まれた日、どんな笑顔に触れて、涙に触れて、どんな道を歩いてきたの、僕に出会うまでの君も知りたくて、はしゃいで顔ただ見つめている、それだけでも灯している祈りの優しい光が揺れる、不思議が溢れてるよ、出会ったことも奇跡なんだよ、きっと言葉にできないけど、君のための笑顔が今、涙が今こぼれるんだよ。風の吹く日、頬に暮れる日もきっとあるんだけど、どんな時も君は君で、胸を張っていつだっていられるように、生まれたそのわけまだここには見つからなくても、繋いでゆこう命を、必ずきっと出会うだろう、いつでも聞こえてるよ、その鼓動の刻む音が、そっと君が生きてること、それだけでいい、素晴らしいんだよ、不思議が溢れてるよ、出会ったことも奇跡なんだよ、言葉にできないけど、君のための笑顔が今、涙が今こぼれるんだよ。
おめでとうございます。きっとね、あの暗くでわかんないんですけど、あの笑ってくれてることを信じております。はい、それは嘘だと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。 笑っているということで、はい、本当にね、あのシルバーウィングスにはもう長年お世話になってますんで、これからもね、あのそれこそ今日ここに歌えてることが、あのシルバーウィングスを守ってくれていたってことなんですよね。なのでここで歌えること本当に感謝してます。ありがとうございます。これからもね、シルバーウィングスに、みんな集まって歌える日がね、続いていくことを願っております。次はですね、それこそシルバーウィングスと僕を、まあ、ジュンさんと僕をですね、繋いでくれたであろう、曲を歌おうと思います。セミシグレー超えてという曲なんですけれども、初めてここでこのステージで歌わせていただいた時にですね、この曲をジュンさんがすごくいいねと言っていただいて、それから、ね、いろんなライブ、それこそタミナセンチラのライブスタートもそうなんですけれども、繋がっていったように思います。今ちょうどね、夏真っ盛りで、外はですね本当に耳が痛くなるほど、セミが命を燃やしてね、鳴いております。聞いてください、セミしぐれ超えて。
まま遠い花火の空切り取った一瞬の光それのように鮮やかに映す時の中君と生きてたああ僕は今も君の影ら探してさまよう日々夕暮たちが通り過ぎて夏を覚ます振り向くその先には君はもういないけどあの日教えてくれたよセミしぐれの時追いかけていつか君に会いに行く赤目の背にして手を振った君はセミしぐれの時追いかけて なんというか本当に長くここで歌わせていただいているのでそれこそ多分5年ぐらい歌ってると思うんですけども、なんか懐かしい気持ちになりました。ちょっと可愛い曲でも歌おうと思います。揺れるリズムに委ねて眠ろうとしたけど目が覚めてしまったよ。電車は走る生まれた街を離れて君からも離れて
ない距離があるんだよ。胸焦がしてそっと目を閉じてめくぶってく君の声、もうすぐ会える、確かめてよ。声にしなきゃ届かない、想いがあるんだよ。胸焦がして僕を待ってる人がいる、でもそんなのどうでもいい、すぐに抱きしめたい、胸焦がしてそっと目を閉じてめくぶってく君の声、もうすぐ会える、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんコメントありがとうございます。ゼンジラさんの声が好きです。はい、照れくさいですけどもありがとうございます。はい。そうですね。あと一応ですね、投げ銭のサイトも用意をされていますので。ミュージシャンとですね、ライブハウスの、サポートになりますので、皆さんよろしければですね、投げ銭の方をしていただけると、幸いですので、よろしくお願いいたします。もうね、今の曲で終わるのではないかという感じだったんですけれども、最後に曲ですね、歌いたい曲がございます。僕のライブはですね、結構ね、良くも悪くもですね、とても眠くなりますと言われまして、逆に眠れる曲を書こうと思って書いた曲があります。インソムニアっていう曲、それこそ眠れない眠れないってね歌ってた歌があったと思うんですけどね、その曲の真逆を弾く曲です。なんというか、自分自身がね、こう結構いろんなことに集中すると眠れにくくなるんですよ。なので、なんか世の中のね、眠れない人たちのもとにこういう曲が枕元にあったらいいんじゃないかと思って書いた曲があります、ね、それを歌ったら次ね、まだまだライブは続いていくんですけれどもね、みんな寝てるんじゃないかっていう話なんですけれども、大丈夫です。今日のね後に続くミュージシャンの方たちは本当にもうすごい人たちです。目がパキッと覚めると思うんで、気負いなくや
やめてくださいというね、コメントいただいてますけども、僕はちょっと静かに幕を下ろしたいと思います。最後の曲です。おやすみ。おやすみを言ってすぐに聞こえる穏やかな寝息、僕も後でそっちに行くよ。どんな夢のページをめくり、どんな空を旅してるの。何でも叶う世界の中、気づかないほどに少しずつね、僕たちも変わってゆくだろうけど、また目が覚めたその先に笑えるように、特別な何かがあるわけじゃないけど、何気ない毎日を用意しておくよ。聞かせてほしい、その夢の続きを。知らぬ明日へ、また目が覚めたその先に笑えるように、特別な何かがあるわけじゃないけど、安らぎがこの胸を満たしながら運んでゆく、その夢の続きを、その夢の続きを。
どうもありがとうございました。センチメンタルでした。最後まで楽しんで。
では始めたいと思います。大阪から来ました林光平と申します。よろしくお願いします。1曲目、君が歌っていう曲を聴いてください。なきやきもきを道連れに向かう途中、半乾きの髪そのままに走らすチャリ、速くなる呼吸、風がドライヤー吹き抜ける耳元、焦る表情、お前も俺もそう、季節人間で愛別れを奏で回るこの街、夜明けはばかる未完成のまま開いた花、日々傷んで散ってまた迫っているリミット、未完成待ってはくれないから意味なんてあってない世界、どうせなら Hey me just rides on the wine、 再会 Try and error、 待ちわびた未来きっかけ探し、辛い日々現実逃避、夢見心地とりあえず今、曖昧言葉に詰まり蓋した感情に追われたまま、洗いさらいリバースリマイン、飾らなけるためにぶっぱな、
作り物世界に壊される世界可能性奪い合う社会この街のよどんだ空気気づかないふりして乱す呼吸吸って吐いてできるだけ深くまで弱っている俺と向き合い夜明けを待つのはもうやめた愛すべきものすべて迎えに行く不完全のまま磨いたこんな離陸掴んだはずの未来は彼方に至って単純なことが幸せに感じ見上げた空このまま Hey me just lights on the wine再生 Try and error 待ちわびた未来つなぐ点と線暗い日々すら今は意味慣れ合い時に互いのマインドに触れ合えちまい洗いさらいリバースリマインドバランス心地いい風が Keep my face 心に鍵をかけて蓋した感情まま人に流されるよりかは幾分マシだと思ってた橋もそれもなくまっすぐに行けたならなんてよかったろうか過ち音が洗い流して闇は心を深く照らしてそんな生命線つなぐ提案性どんな底辺それまた経験で時忘れても光る思い一つありゃいいまた愛を注いで シルバーウィングさん、シルバーウィングズさん、周年おめでとうございます。毎年、毎年っていう、僕ももう3年ほど、シルバーウィングズにお世話になっておりますが、今年3回目ぐらい、周年を今、またがせていただいているような感じでございます。はい。京都の祇園というね、すごい多分敷居が高いもう今ねこうやってコロナ禍でライブハウスバタバタと潰れたりしていってますけどももうこの場所を守ってるっていうのはすごいね、うん、ハードル高いことだと思うのにもう平井さんが一生懸命維持してくださってるのでね僕もなんとか自分の歌を、届けて少しでも貢献できたらなと思っております。よろしくお願いします。そうですね、平井さんのフェイスブック僕友達申請させてもらってるんですけどたまにこう平井さんが飲みながらこう歌ってる弾き語りでね座ってこう人の曲をカバーしてる配信があるんですけどめっちゃなんかいいんすよねなんか気持ちいい歌声と優しい顔で歌ってるんですけどぜひそちらもまた やりますよねはい、また皆さんご覧になってください。面白いんで。あなたがいてくれて私いつもより
強くいられるわ。あなたがいてくれて私いつもより優しくいられるわ。愛が恋がどうとか現実や理想とか言い出せばキリがないような話。私はあなたを選んだ、幸せにしたいの。Always, every day、 おはようって祝福あげて、 Lovely smile、 Happy days、 新しい朝を迎えよう。呆れるほど重ねる、いつも通りを幸せと呼びましょう。猫のように恋焦がれて、甘酸っぱい果実をかじって、金魚鉢の中を優雅に踊っていたいわ。映画みたいな日々に憧れてる。だからいつもの暮らしを私らしく色付けたいの。血は喧嘩したり年老いてくけど、小さなほころび笑顔に変えよう。私はあなたを選んだ、頑張っていこうね。知れば Sleeping face I love you、 夜にそっとささやくの。呆れるほど重ねる、いつも通りが二人つないだ奇跡。この曲はあの結婚式で、あの僕の友達の新婦の友達なんですけどに、作った曲でしたね。 Always。 よくあのここの、シルバーウィングスで僕とあの出会って、僕はまあその人をきっかけであのこの場所を紹介していただいたんですけど、神谷優君っていうね、僕と同い年のすごい素晴らしいシンガーソングライターがこの曲をいいねって褒めてくれて、うん、なんかそれ以降すごいね、この曲を大事に育ててます。いつかね神谷君にも歌ってほしいなって思いながらよし、あ、本当ですか。名前呼んじゃったけどありがとうございます。そっか、美香子さんはシルバーウィングスのファンですもんね。箱のファンですもんね。
長いですね。なんか最近は本当に1年前ぐらいからずっと僕の生活もなかなか変わらず、ライブもなかなかできず、歌はね一生懸命なんか壁に向かって練習して歌ってるんですけど、なかなかね人にこうやって人前で歌う機会は、まあ僕自身もそこにこう自ら飛び込んでいこうっていうなんか気持ちというよりかは、今はちょっとねちゃんと音楽と向き合って作品作って、まあ他のいろんなこう素晴らしいアーティストの作品をカバーしたりみたいなね生活を送ってますんで、なかなかこうやって配信でこう人様のね前にこう現れるっていうのはね結構減ってるんですよね。昔はねもういっぱいライブもうとりあえず誘われたら出ますみたいな感じでやってたんですけど、最近は1本あるかないかとかでやらせてもらってます。なんで今日はねほんまに慣れない配信で、1年経ってもねもう慣れてる人とかはもうすごいカメラワークとかもいい感じでこうバーンってここやぞみたいな感じでやってると思うんですけど、僕はなかなか不慣れでね、今こうやって一生懸命歌うことに必死でちょっと送らせていただきますけど、ちょっとコメントもすいません、拾いきれずですいません、頑張ります。次の曲聴いてください。Stay home. Hey. 違う。フラット気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン。憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。Oh yeah, こんなもんじゃないだろう。やそっうちはうち、ララララ起こせ Stay home。 Hey hey みんな元気にしてる、おうち時間はいかがですか。今は与えられた時間、いつか飛び立つための準備を備えるとき、繰り返しの暗いニュース、自分棚にあげ人にする、もういい加減毒バカ吐いてないで、見つけ出そうユートピアを。ふと来たものや言葉の数だけかける、思いを描ける孤独は堂々巡りの日々のルーティン、騒動尻目に合わすチューニング、ガラッと変わった時代の先頭、人任せはノー俺が先導、面倒なことちゃちゃっと済まして、君を持ってあの音流して、気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン。憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。 Oh yeah, こんなもんじゃないだろう。よそはよそ、うちはうち、ララララ、体起こせ Stay home。 会いたい会いたい人に、会いたい会えない人に、会いたい会いたい人に、会いたい会えない人に、冴えない顔見なくてもわかる、いつもさりげない沈黙で語る、いつの間にか変わったアイコン、使いすぎで熱くなった iPhone。 しけ込む暮らし、しけもくふかし、何を見つめるか軌道修正、叫び出したい心を閉じ込み、ここから覆すディストピアウト。嘘つけ傷と嘘をしても、サバイバルゲームはエンドレス。 Dead alive、 死んだように生きるくらいなら Get up Stand up、 行くしかねえ。好きだった音楽に魅了され、可能性意地も込みで愛してる。心臓のビーツ鳴り止まぬ限り、俺のソウルはいつもミュージック。気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン。憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。 Oh yeah, こんなもんじゃないだろう。よそはよそ、うちはうち、ララ体起こせ Stay home。からの時代、まだ見ぬ未来、新しい価値が生まれて、生活が何か、大切が何か、思い知るためにあるおうち時間。 Oh yeah, 幸せってなんだろう。よそはよそ、うちはうち、 Wi-Fi も使えずに Stay home。 会いたい会いたい人に、会いたい会えない人に、会えない人に。
長なんか絶妙な空気感で収録のようなでもライブのようなふってこうたまにねふっあ今ライブやみたいな感覚とふっと今リハーサルでちょっと歌ってるみたいな感覚とがすごい入り混じってるような最近皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もうね気づけば夏で8月まで来てしまいましたけど、誰もが想定してた8月とは違うような感じではないでしょうか。僕も気づけば8月って感じでね、もうあと1年5ヶ月やばいなって思いながらね、まだ僕だって真っ白ですからね。この前でも久しぶりに、ほんまに久しぶりにね、親父と兄貴と3人、あとね親父の弟のいとこと4人でね飲んだんですけど、音楽してからね、うん、始まってからちゃんとそういう話したことなくて、なんかこの年になってようやく親に今こう何々してる、音楽してるっていう話をしようできるなっていう準備が整ったんでしょうね、僕の中で。嬉しかったですね。なんか一緒に話して、音楽の話は一切 しなかったんですけどね、聞かれなかったんで、家族が好きな野球の話とか、まあ、今のオリン僕はアンチはね、本当体育会系の家族家系なんで、オリンピックがどうやとかね、お話しながら、僕はもう全然めっきりスポーツもやってなくて、もう野球最近どうやねん、やってんのかみたいなね感じで言われたんですけど、僕も草野球ずっとやってたんで、いやもう全然やってないって、ね、もう去年のねコロナの真っ只中、夏ですね、僕仕事終わりに無理して、しんどい思いして野球の大会出たんですけど、本当ねタイムリーエラーしてね、レフト守ってるんですけど、どえらいこうバウンドしてこう上に上がるじゃないですか、軟球ってね、そのボーンってきてレフトでなんかライナーみたいなのが来てね、パーンってこう上に跳ねたボールが僕の頭上を越えていってホームランになったんですけど、もうそれで僕はやめたんですよ青春が、野球の青春が終わったんですよね。でもなんかそれ以降すごいまあそのせいじゃないですけど、それ以降すごい音楽に夢中になってね、なんかずっと思ってたんですよ、野球も大好きで、なんかずっとその中学からの地元の友達とやってるんで、地元の友達はまあいろんなところに就職して仕事しながら、2日の休日をちゃんと存分にこう野球で楽しんでみたいな状況の中、僕はまあサービス業の仕事してるんで、まあ音楽の仕事なんですけど、まあその野球っていう理由で休むんですよね。でそれが自分の中でどうなんやろうみたいな、ライブでは休む、野球でも休むみたいな状況にいつもこう自分の中で葛藤があったんですけど、ようやくそこにねふっとお別れできたっていう、なんかまたやりたいんですけど、まあ、またやるんですけど、いずれは。なんかそれが僕の中ですごい良かったんですよね、なんか夢に出るぐらい良かったんですよ。なんだかまた新しい曲ができそうな予感がしてます。全然 MC と繋がらんかったな。ちょっとカバー1曲やらせていただいてもいいでしょうか。
最近あのバターアップっていう、まあ、僕の、あの音楽友達後輩とかと、一緒にあの演奏楽器を持ち寄って人の曲をカバーしてそれを動画にアップしようっていう企画をやりましてやってまして、その一曲にちょっとさよならから離れ組の離れ組さんのさよならからを聞いてください。ここから旅立つことはとても力がいるよ。波風立てられること嫌う人ばかりで、楽がしたかっただけなの。僕を騙してもいいけど、自分はもう音が本当のことが
恵美さんに大きな拍手を。45分お早いな。残り2曲聴いてください。またもやカバーなんですけど、まあ次の方は僕の師匠でして、門外不出の、福岡の生粋の、ミュージシャンでして、なかなか京都の方はなかなかお目にかかれないと思うんですが、小柳慎二というね、カタカナで小柳慎二という、歌いがいまして、その方にすごいお世話になってるんですけど、その曲方の曲を一曲。カラフルって曲を聴いてください。空も明日のカラフルも君が探し当てた素敵な宝物。終了です、ありがとうございましたと言われるまでまだ時間はあるようです。その夢は触れないから恋しくて、ひたむきな君の眼差しが愛しいんです。どこまで行ってしたと言われるまでまだ時間はあるようです。その夢は触れないから恋しくて、ひたむきな君の眼差しが愛しいんです。就寝です、おやすみなさいと言われても、やり残したことが多すぎて眠れない。その夢は触れないから恋しくて、ひたむきな君の眼差しが愛しいんです。蛍の光が流れ出しても
最後まで絶対諦めないんです。その愛はつかめないから恋しくて、まっすぐな君の愛が全てなんです。毎度毎度シルバーウィングスさん、本当に呼んでいただきありがとうございます。平さん、これからも頑張ってください。またでも 2,3 ヶ月後ここでやらせてもらいますんで、配信するかどうかは分からないですけど、もし有観客でやらせていただけるならぜひ遊びに来てください。そして今日せっかく、無料で配信させていただいてるんですけども、もし、ここの店を守るという意味で投げ銭していただければ、非常に僕も励みになりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ブランニューデイ。今日の感じはどうですか？今日の感じはどうですか？いいですか？素敵ですか？笑えますか？泣けますか？歌のようで手紙のようで会話のようで告白のようで弾き語るってよく言ったもんだ。今最高です最高です。明日には変わるこの気持ち。今最高です最高です。明日には変わる止めてよ。夢のその先に行きたいのです。みんな最高です。みんな最高です。最高です。明日から日々を気持ちを変えよう。自分のその先に行きたいのです。 Brand new day 君がいて Brand new day
最強です、今最高です、最強です、夢のその先に行きたいのです、自分のその先に行きたいのです、その先の先で会いましょう。また会いましょう。バイ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 。ありがとう。ありがとうございました。
し信じてた魔法の言葉をふと思い出した。9月の夕暮れ三つ数えて灰になっていく枯れた扉の向こう側束の間の夢のような気も愛してしまえばいいさ。暗闇に弾けた光いつかは一つに降り止まる溝の大歓声と夢のままなあなた干からびる記憶より早く13周年ということで、いつも8月周年月間に呼んでいただいて本当にありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございますね。まあ、いろんな状況もあるんで、今回は、無観客配信になっておりますけれども、いつもは海上図もいますが、今日は海上図は、戦車のセンチメンタルライオンくんと、林くんでございます。会場図、お二人に拍手。会場図です。そして、配信見てくれてるみんな、どのカメラかももうおはやわからないですけれども、配信図ありがとう。配信図も多分たくさん見てくれてるはずです。ありがとうございます。みんなパチパチ手がいっぱいやね。手ほとんど手ですね。ありがとうございますも来てますけれども、コメントに、しっかりシルバーウィングスをお祝いできるように一生懸命心込めて歌っていこうと思いますので、短い時間ですけれども、どうぞ最後までよろしくお願いします。キーヨです。ここからあんまりちょっと喋らないかもしれないですけども、機嫌が悪いわけじゃないので配信図も分かってくれてるよね。曲ごとにパチパチ、入れといてね。配信の今日の、コメントも全部見れるので、配信図も配信図って入れてますね。さすがですね、うちの配信図。しっかり
いろんな場所から見てくれてます。そんなみんなにも届くようにシルバーウィングスの、いいところがいいところがというかいい場所なんですよ。めちゃめちゃ音もいいし、またいろんな状況がね整ったらまた会場にも会場図としてみんなに来てほしいなと思うのでそんな思いも込めて歌っていきます。どうぞよろしくお願いします。なんとなく見上げた空止まらない。涙すくって深く閉じたまぶたの裏今日もずっと手を振る君深く閉じたまぶたの裏今日
日もずっと手を振る君。
した永遠ってあのままだけ辛うじて遮った静寂の果て君は広い世界に二つとないんだっていう存在し流されてた未完成の炭で光に差していくみたいだって手を伸ばして届きそうだって言った
路地裏も抜けたあの日輪に映ったキラキラの未来ごめん届きそうにないや前髪揺らした春の風アスファルト咲いた羽の シャタン来て待つ頼りなくつつく夕暮れ誰かの手を離れてく小さなバル追い越すように溢れる人波にも慣れたし瞬く街灯は僕の影をいくつも散りばめてく砕いた色のように剥がれそうなこの街でも描いたそれとは違ういろんな声でつないでくんだろう願い込めて立ち止まる目を閉じれば
変わる吐き出しまた同じで無理やり閉じ込めた呼吸のその向こうへ絶望によく似た痛みもない空虚にひしがれてもちぎれた言葉のようにはぐれそうな僕たちでも陰りゆく記憶のままたぐるように紡いでくんだろう見上げればほらかすかに揺れる君の手離れて行き場もなくさまよう途切れてく出そうなこの街でもちぎれた言葉のようにはぐれそうな僕たちでも陰りゆく記憶の中かき分けても戦っても ありがとう。配信もめっちゃ見てくれてますね。ありがとうございます。たくさん。前回、シルバーミングス来た時にはこんなにカメラがなかった。こんなにカメラがなかったって怒られるのかな。こんなにカメラなかったですけど、たくさんカメラが増えてて、ハイチンズも多分楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。あの音はもちろんもともとすごくいいんですけれども、また多分本当今日全国各地から見てくれてると思うんですが、京都勢ももちろん、他の、県外勢ももちろん、また京都にも来てあげてください。ぜひお越しやす。シルバーウィングス祇園にありますが、ずっとずっと、いい音を鳴らし続けてくれてて、めちゃめちゃ気持ちいいんですよね。あれ気持ちいいよね。シルバーウィングスね、本当出演者は本当に分かると思うんですけど、あの見に来てくれたお客さんも多分絶対伝わると思うんですけど、めちゃめちゃ今日の、あ、今日この後ろからもあるんですね、これカットがすごいですね。ありますね。危ないですね。僕はハゲてなくてよかったですね。後ろからショットでね、ちょっとあれやったらよかったよかった。
素晴らしい。あ、かっこいいですね、後ろからのショットも。後ろからのショットとかお客さん普通普段見られへんから、多分こういうのもすごく喜ばはるんちゃうかな、配信図と思います。次の曲でキーヨは最後ですが、今日のライブは、一応無料配信になってますが、投げ銭制ということで、ベースとストアーズのアカウントから投げ銭ができるんでしたかね。ぜひとも、アーティストにも向けても、そしてシルバーウィンクスに向けても、投げ銭していただきたいなと思います。一生懸命一生懸命、3組歌いましたし、スタッフ、もシルバーウィンクスのスタッフも配信と音とすごく一生懸命頑張りましたので、ぜひともお願いします。あと企業は次は、今週はたくさんライブ関西でやって、来週からまたツアーとか、いろいろ行きますけれども、各地で会いたいなっていうのと、あと9月の12日の日曜日に、京都木屋町染野でワンマンライブがございますので、そちら配信もありますし、会場数も来れるので、エレキギターとカホンを入れたトリオ編成になってますので、ぜひとも、見に来てほしいなと思います。それでは最後もう一曲やって終わろうかなと思います。後ろからかっこいい、うん、ありがとう。後ろからかっこいいですよね。後ろからがいいですか、じゃあもう今後ずっと後ろからにしますかそれもあかんよねちょっと後ろ、そう、後ろからも、後ろからもって入れといてくれんとな後ろからかっこよかったらもうずっと僕後ろ向きでやるかもしれないです、今後ライブなことない、そんなわけじゃないですね。あ、後ろホットショットねやってくれてます、ね、ありがとう。あみやちゃんありがとうございます。もう一曲ぐらい後からやらなくもないので、配信図よかったら、なんかね、パチパチライブをやってくれたら出てくるかもしれないんでお願いします。最後はニューアルバムの中一曲やって終わろうと思います。本当にありがとうございました。シルバーウィンクス13周年おめでとうございます。キヨでした。もうですよ。
て溢れるそれにもう空さぬように暮れなすむ日々確かめるように企業でした。やってもいいんですかね、じゃあこれは。はい、ってわけで。ありがとうございます。ありがとうございます。配信ありがとうございます。会場でもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあもう一曲だけやらせてもらって終わろうかなと思います。いつもならここで、みんなと乾杯するんですが、今日はどうしてもね、こういう状況なのでできなくて、残念なんで、ちょっと。形だけでも水だけででもあこれあのビールじゃないですよ、もうちゃんと普通に 水なんで、じゃあ会場と配信とともに、水で乾杯しようかな。じゃあ乾杯乾杯乾杯。あ家帰ってめっちゃ飲もう。そうですね、シルバーウィークさんにはあの他のね、センチメンタルライオン全然言えへんかった、センチメンそれ難しいね、センチメンタルライオンくんと林くんも言ってましたけれども、僕もすごくお世話になってます。また年内中にまた有観客とかお客さん入れてね、ライブできたらいいなと思ってますので、ぜひとも呼んでいただきたいなと思ってます。バックメンバーたちともね、なかなかライブシルバーウィングスでできてないんで、またねライブバックメンバーたちともライブできたらなと思ってますが、じゃあ最後はおそらくシルバーウィングスで歌わせてもらい始めた頃から歌ってるかな、この曲。そんな気がしますね。ソロ曲をやって終わろうかなと思います。よっしゃ。みんな乾杯呼んでくれてありがとう。じゃあ、最後、今日はもう雨もさっき上がってたんで、星空綺麗かもしれないですね。帰り夜空見上げながら帰ろうかなと思います。流れ星という曲やって終わろうと思います。今日の、センチメンタルライオンくんと林くんにもう一度大きな拍手を配信ザー。そしてシルバーウィングス13周年おめでとうということでありがとうございました。キヨでした。また会いましょう。
横切った向もりも終わりの向こうじゃ意味がないと知って見上げればいつも流れ星があったんだまるで願いなど全て叶えるように止めどなく凍れてく涙も気づかずに本当にありがとうございました。キヨでした。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。